柔らかく立った状態で中心を意識する。おなるべく中心を使ったサイドランジということで、まあ、よくあるのが、新脚ですね。サイドランジってこう1、2とかここに1、2って言った時、これ大体こう潰れちゃってるんですね。こう反対側の方にこう中心がなくなって、よいしょよいしょみたいな、こういうのになっちゃってるんですけど、こうなるとあんまりこう体を効率的に使えてない状態ですので、それを解消するということでね、ちょっと検証してみたいと思います。その潰れちゃった方を、まあ、最初に潰れちゃった方をやって、まあ、中心を残したサイドランジやってもらうということでね、実際やってみてください。まず力をつくでというか、中心を無視して、ただこっちを伸ばそうみたいなね。はい。まあいかなくもないけどね。はい、ダメですね。じゃあ今度は、本当中心を残して。サイドランジ、おお全然手応えがないですね、やっぱりね、カクンっていうのがないですよね。そうじゃあ、やってみますね。はい、はい、まあ、ついやっちゃうのが、これをよいしょと伸ばしたいなと、まあ、よいしょっていうか伸ばしたいわけですね。これはさっき言ったように、こっちみたいに形にこうしたいんだけど、これを力であっても真ん中を残さないでこうやろうとするんですけど、無理ですね。抜けていきますよ。力づくでやったら無理です。じゃあこれを本当に中心、優しく柔らかく立った状態で中心を意識する。こういう形になるということです。ぜひ、ね、これをお試しください。